暑かった。暑かった。今日市場で買ったもの、ネギ、青唐辛子、ニラ。サラダ用の葉っぱ、ぶなしめじ、豆もやし、あ、これ安かったな。桃、5個入って100元でした。たけのこ、60元かな。めっちゃうまい。ズッキーニ、ビーツ、ビーツ3つ、はい、餃子の皮、結構な量で80元。こんぐらい入ってんの。オクラ、トマト、グアバ、マンゴー、いい香り。トウモロコシ、泥付き人参、きゅうり、油揚げ、ちょっとだけわかめ、クラゲ。でパクチーがめっちゃ値上がりしてましたね。パセリか。パセリがこの量で60元になってました。前30元ぐらいだったはずが60元、倍になってた。季節なのかな。うわあ、すごい。スイカ、細長いスイカ。パクチー、この量で20元です。パクチー、この量で20元です。かなり大きめのキャベツ。キャベツ。しいたけ。シャングーって言います、中国語で。じゃがいも。じゃがいも3つ。かぼちゃ、このかぼちゃがめちゃくちゃ美味しくて最近ハマってます。玉ねぎ2個、洋風玉ねぎ2個、よく行く鶏市場で砂肝、鶏むね肉、そして最後に、ちょっとお高かったけど G2 ローっていうもも肉買いました。そして最後に足りないものは小さいカルフールっていうフランス系のスーパーがあって、そこで買いました。4種類ですね。豚ひき肉です。これで全部合計で2100元ぐらいです。いやー、買いました。それでは。